鈴木歴史館は、二輪、四輪メーカーである、鈴木株式会社の企業博物館である。鈴木本社の南東に位置し、本社正門がほぼ完全にある。入場料は無料だが、インターネットか電話で予約が必要。予約は入場の6ヶ月前から、電話、ファックス、公式サイトのいずれかで予約することが可能。 来館時に受付予約 ID を伝えることで入場が可能となる。当館のキャラクターは鈴木坊やである。11歳の男の子という設定で館内の至るところで目にすることができる。なお、キャラクターはかつて使用されていた CCIS 坊やへのオマージュである。1階は現行の四輪車、二輪車、仙台機の展示コーナー。2階は 四輪車の開発、生産についてのコーナーと、海外生産拠点国の紹介並びに、浜松市の産業と、航空自衛隊浜松基地の紹介コーナーがある。3階は、創業者、鈴木道夫をはじめに、鈴ライトや刀などの展示車両とともに、鈴木の歴史を紹介している。 展示物の中には SX4 の走行実験車や木刺しの量産最終決定仕様に開発者たちのサインが添えられた個体ドイツ向けビターラの特別車エルトン・ジョンモデルスターリング・モスが実際にラリーで使用したフロンテ2代目スイフトの CM キャラクターを務めた稲本淳一のサインが入ったサッカーボールなど貴重なものも展示されている ありがとうございます。